ドバイニコ機キハイジャック事件は、1973年7月20日に発生した日本航空機に対するハイジャック事件である。日本赤軍とパレスチナ解放人民戦線の合同作戦で、本県で囚人の釈放などは実現しなかったが、身の白金の授受などは非公開。1973年7月20日、テルアビブ空港乱射事件に対する関与等で、 国際手配を受け逃亡していた日本赤軍の丸岡、おさら5人と、非戦領地の息子たちを自称する、パレスチナ解放人民戦線のメンバー4人の、混成部隊が、爆弾などの武器を持ちフランス、パリ発アムステルダム、アンカレジ経由、羽田行きの日本航空404便に登場した。ハイジャック犯人グループの一人の女が、アムステルダム陸後に2階のファーストクラスラウンジで、 誤って手榴弾を爆発させた。この女は死亡し、近くで接客に当たっていたチーフパーサが顔面に重傷を負った。また犯人誤爆時ラウンジのトイレで着物に着替えていた客室乗務員は誤爆した犯人女の飛び散った肉片を片付けさせられたと言われている。犯人の女の誤爆大きにハイジャックが発生。飛行中乗客、乗員は全員両手を。 頭の上にかざした状態で犯人から監視され、続けた。ハイジャックハンダは、イスラエル政府に、テルアビブ空港乱射事件で逮捕された、岡本構造の釈放と500万ドルを要求し、またベールあるいはダマスカスへの着陸を求めたが、複雑な問題が生じるのを恐れたレバノンとシリアは、いずれもこれを承認せず、やむなく飛行機は、アラブ首長国連邦のドバイ国際空港に、 着陸した。ドバイには3日間中期し、その間に犯人グループから40億円の身の代金の支払いと逮捕されていた日本赤軍メンバー2名の釈放を要求する胸の脅迫状が日本航空の東京支店に届いた。これらを受けて、ドバイ首長の弟であるモハメッド・ラシッド、国防大臣や佐藤文章運輸政務次官らが、 犯人グループとの交渉に当たったが解決できず、その後ドバイ国際空港を離陸し、シリアのダマスカス国際空港で燃料の補給を行い、リビアのベンガジにあるベニンナ空港に着陸させた。その後犯人グループは乗員乗客150人の人質を解放後、同期を爆破し、リビア当局に投降した。機体爆破に際し犯人グループは事前に乗務員に爆破を通知。 着陸後乗務員は脱出用シュートを使って乗客を退避させたが、この際に数名の乗客が軽傷を負った。爆発は全員が飛行機から退避した後、わずか数分で発生して機体は全焼した。犯人グループは投降後、ムアンマル・アルカ・ザーフィ大佐率いるリビア政府の黙認のもと、リビアの友好国経由で国外逃亡した。 なお、飛行機が爆破され滑走路が利用不可能となったことから救援機の着陸ができず、木の幹のままで解放された乗客、乗務員は陸路を使った救援物資が届くまでの間、リビア政府が用意した T シャツなどの着替えを分け合って急場をしのいだ。2004年に公開されたイギリス外務省の当時の機密文書によって、この事件の発生時にハイジャック機が 両空の近辺を通過したイスラエルとサウジアラビアの両政府が、当該機が両国の石油関連施設や市街地に突入する行動をとった場合、乗客乗員もろとも撃墜する方針であったことが明らかになった。リビア政府の手引きで逃亡に成功したマルオカは、その後、1977年9月に発生した脱火日光機ハイジャック事件にも、 バンドを国をら日本赤軍のメンバーと共に主犯格として関与し、当時の福田武雄首相に、重宝機的措置としてメンバーなどの引き渡しと、身の代金の支払いを決断させた。逃亡を続けた丸岡は1987年に東京で潜伏していたところを逮捕され、無期懲役の判決を受けて服役中の2011年5月28日に、八王子医療刑務所にて病死した。 その後日本赤軍は相次ぐメンバーの逮捕を受けて壊滅した。なお日本赤軍と一緒にハイジャックを行いその後逃亡したパレスチナ解放人民戦線のメンバーについての動向は伝えられていない。焼け残った被害機の尾翼の一部の部品はその後売却され KLM の同型機に装着された。その後同期は1977年に スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島にあるテネリフェ空港の滑走路上で2機のボーイング747型機同士が衝突した事故に遭うこととなった。フランスのポップスシンガーソングライターミッシェル・ポルナレフの日本で先行販売であったポルナレフ革命のマスターテープはこの飛行機で空輸されていたため爆破によって消失し発売が12月に延期された。ディビット・ゲロー 航空テロ、イカロス出版、1997年、89、90ページ、乗っ取り日光起爆破直前に不利避難犯人4人を逮捕、朝日新聞昭和48年7月25日、長官、13番、1面、ありがとうございます。